こんにちは、しだみらいです。不定期更新しだチャンネル、はい、ということで今日で2月も終わりです。あっという間に3月ですね。2月は私はですね、3月3日放送のバイプレイヤーズの撮影をしていたりとか、あとは家族旅行に行ってきました。はい、ヨーロッパの方に初めて家族で行ってきました。楽しかったです。どこに行ったかは秘密です。でですね、皆様に発表があります。発表というかもう今日解禁されているんですが、なんと私しだみらい、クレヨンしんちゃんの映画に出ることになりました。ありがとうございます。ものすごく嬉しいです。これですね、クレヨンしんちゃん襲来宇宙人シリーズ、4月15日から公開の映画なんですが、なんとしだみらい役で、本人役で出演させていただきます。最初にこの話を聞いた時に、大体いつもマネージャーさんとお会いした時とかに、次の仕事こんな感じでっていうふうに聞くことが多いんですけど、今回メールが入ってて、ちょっとお仕事のことで話したいことがありますっていう、なんだろういつもと雰囲気が違うと思って、電話できる時教えてくださいって言って、オフだったので、電話したところ、なんとクレヨンしんちゃんのゲスト声優に決まりましたという話を聞いて、もう感激して、その場で大泣きしてしまいました。泣きながら電話しながら、本当ですか、ありがとうございます。それこそレンタル救世主のブサイク泣きみたいな顔で大泣きしながら、すごく喜びました。はい。ずっとこのしだチャンネルでも、クレヨンしんちゃんの映画に出ることが夢ですって言ってきて、で現場とかでも仕事のこう夢とかあるのって聞かれた時に、クレヨンしんちゃんの映画にゲスト声優として出たいですってずっと言ってて、まさか叶うと思わなかったので、本当に感無量というか、精一杯頑張らないとなと思ってます。映画はですね、4月15日公開です。アフレコはまだ先なので、声の調子を整えて頑張りたいと思います。皆さんもぜひ楽しみにしていてください。しだみらいでした。